2012年10月ドラマ土曜日夜9時日本テレビ系列、うん、悪夢ちゃん。ああ、昔あの悪魔くんちゅうのありましたけどね。絶望的な運命を自らの力で希望ある未来に変えようと奮闘する人々の姿を描くコミカルで摩訶不思議で痛快な SF 学園ファンタジー。ああ、な別にエロイム SIM とかいう感じじゃないわけですということで、プロデューサーコメントによると、うん、今回の土曜ドラマは、はい、企画構想の発端として、希望ある未来を切り開くのは自分自身の力なのだ、というメッセージをドラマに込めたい、という思いから始まりました。それは小さい子でも、か弱い女性でも同じこと。だからそんな世間的にはちっぽけな存在でも、しっかり世界と向き合って活躍する話を作ろう、なんてことを考えていました。うん、そんな中で、恩田陸さんの小説、夢違いと出会い、予知夢というモチーフに着目し、未来を見通せるということは幸せなことなのかということを突き詰めてみました。短絡的には、はい、未来を予知することで試験の問題が分かったとかギャンブルで一攫千金みたいなバラ色の未来が浮かびますが、うん、実は不幸な出来事それも自分の身内の近い将来の災いとかを予知してしまった時に、むしろ未来が見えることで残酷なことがたくさん待ち受けているのではないか、うん、そんな悪夢を抱え込んで生きていくことってとても不幸だろうなと、そこから混沌として悲劇的な未来を自分自身の力で希望ある現実へと手繰り寄せようと懸命に努力する主人公の姿を描いていきたいと思いました。はあ、ということはなんかこう予知夢で見た悪い出来事が起こらないようにしていくっていうことですかね。で、まあ今回のドラマは、はい、そんな不幸な能力を持ってしまった少女と、はい、その少女に巻き込まれる性格に欠陥のある女教師そんなちょっと不十分な二人が予知夢に象徴される世間の危機トラブルを思いがけず救う羽目になるという話です。過酷な未来に懸命に抗って悪戦苦闘する二人の姿が不透明な現実社会で日々奮闘する視聴者の皆さんに共感を持って受け入れてもらえるような作品にしたいと思っています。まあしかしあの性格に欠陥のある教師っていうのは困りますねでそれも一筋縄ではいかないド変人。主人公は明慶小学校5年2組担任武戸井あやみ28歳、うんうん、明るく誠実で生徒思いの素晴らしい先生というのは表向きで、はい、裏では人を全く信用していない腹黒教師、うん、演じるのは北川景子。腹黒いようには見えんですけどねあの昨年2011年1月クールのレイディ最後の犯罪プロファイル以来の連ドラ主演、まあ日テレ系は初出演にて初主演と。そうですね、うんうん、でまあ変人ということだったら、うん、2007年10月クールの初主演作、はい、うん、モップガールでのヒロインに近いのかもしれないけど。そうですよね、いわゆる変顔のオンパレードでまあ金曜ナイトでしたしね。そう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 。でまあそんな北川景子自身は、はい、今回の役どころに関して、うん、このドラマは予知夢で未来を知ることができる悪夢ちゃんと呼ばれる女の子とその女の子を担任として受け持つことになった小学校の教師のバディストーリーなんですが、私が演じるあやみは悪夢ちゃんに夢で起こった事件だったり、うん、危機だったりについて何とかして助けてと言われて、うん、めんどくさい、やりたくない、巻き込まないでと言いながら、うん、結構しつこく頼まれるので最後は仕方ないと一緒に事件の謎を解くために奔走してしまいます。うーん、なんかあのシックスセンスみたいな感じですかね。ね、ね、男の子がね、うん、こう霊が見えてね、こうなんとかしてあげたいみたいな、ね、こうブルースウイルスにね、こう一緒になんとかしてよみたいに頼む感じがありましたけど、うんうんうん、そんな感じですか ね、うん、とにかく表向きはいい先生、父兄にも子供たちにも大人気、うん、でも実は愛とか絆とかそんなことは信じないという現実的だったり、うん、腹黒い部分を持っている女性、うん、なのでそういう部分をデフォルメした役だと捉えて今回は演じようと思っています、うん、きっと見た方はギョッとするようなインパクトのある役だと思います。今までは綺麗でおしゃれでニコニコしているという役が多かったのである意味新境地です。とても楽しみです。そして、うん、そんな北川景子とバディを組むのが、はい、目を合わせた相手の無意識とつながることで予知夢を見ることができる悪夢ちゃんこと小学5年生の古藤由衣子11歳。いつも何かに怯え自分の感情を表に出さない少女、はい、で扮するのは木村真夏。4年前7歳の時に斉藤さんで子役デビュー。斉藤さんありましたね日テレのねでそれから、うん、その他のキャスト陣、はい、まずは、うん、悪夢ちゃんこと由衣子の祖父で、はい、夢研究者の大学教授古藤万之助60歳に小日向文世。続いて、はい、万之助の片腕として
共に夢研究を行ってきた認知神経学准教授、はい、四季隆史、うん、35歳には学徒で、あやみの夢の中に登場する世にも美しい王子様、夢王子と二役、白馬に乗って颯爽と登場し、あやみの願望を満たしてくれ、時には物語の重要な鍵となる情報を与えてくれること。ああ、なるほどね。で、一方、あやみが勤める小学校の面々、うん、まずは、養護教諭の平島琴葉28歳に優香、うん、いつも保健室で見せる優しい笑顔とは裏腹に、ホラーやオカルトが大好き、あやみに裏の顔があることを確信しており、並々ならぬ興味を抱いている。で、その他には、校長に木村みどり子、うん、教頭には阿南健二、そして教師陣、浜田麻里、増田岡田の岡田圭介、川村洋介。ということで、うん、何はともあれ悪夢ちゃん、はい、楽しみにしたいと思いますね。はい。はい。